松木、原川、松木からバングラガンでカシーフへ、ここからクロスが入る、アデュート、こぼれて渡辺ロマ、追いついた、追いつきました FC 東京。ここで一旦外ですよね、サイドに広げて、バングラガンでのクロスに対してアデュートフリーだったんですよね。これは縦に当たったんですけども、まあ、その後、まあ、落ち着いて流し込みましたがね、はい、まあ、今ペナルティエリアの中に FC 東京の選手3人4人いましたから、はい、やはりそれが良かったですよね。あそこに人数かけられてるっていうのが非常に良かったと思います。